だけど今の俺には関係ない。うら。あ、上か、さらに。え、ちょ、待って、やばい、それやばい。嘘、死んでしまった。はい、皆さんこんにちは、リュウケンです。リュウクラパート68やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回はピグリンガチャを作った。複雑な回路はないので簡単に作れちゃう。これで僕もピグリンとお友達だ。はい、ということで今回ですね、ネザーアップデートで増えたアイテムだけでネザーで和風建築。バチバチバチ。はい、ネザーアップデートでね増えたアイテムってめちゃくちゃ多くって、もうざっとねこんな感じで、はい、たくさんね種類があります。めちゃくちゃ増えたよねなのでまあこれら、まあ、全部は使わないんですけど、まあ、一部のやつらを使ってネザーでの和風建築をねやっていきたいと思います。もう割とねシンプルな感じの和風建築けど、素材がこの新しいブロックなんで、まあ、ちょっとねかっこいい感じにねなるんじゃないかなと思っております。ということで早速いきましょう。さあ、作る場所はですねここら辺ですね。で、建築なんでね久々にあのスキンを使いましょう。ポンということで建築スキンですねめちゃくちゃ久しぶりに使った気がするわこれ。さて、今回ね使う材料はこんな感じです。はい、ブラックストーン。これはね基本的にはこの階段とか、まあ、加工してね使っていこうと思います。で、あとはこの歪んだ幹で、あとは玄武岩とか、まあ、キノコライトとか、まあねその他もろもろちょっとね使っていきたいと思います。それじゃあ早速作っていきましょう。まずですねここにクリムゾンのね幹を置いていきましょう。これを4つ置きます。1、2、3、4。ここも同じ1、2、3、4。はい、こんな感じですね。で、これができたらこの後ろ側4マス開けて5マス目、ここにブロックを置きます。ここはね5マス積みましょう。1、2、3、4、5マス。こっちはね4だけどこっちは5マスですね。反対も同じ1、2、3、4、5。これ絶対あれだな、天井を作るときこれ当たるからここら辺削らなきゃダメだな。そしてやべえやついんな、建築の時に一番いちゃいけないやつがいるわ。あそこにこの立てた原木からさらに横1、2、3、4マス開けて、5マス目にブロックで、これもね5段積みましょう。うわ、ここ絶対溶岩あるじゃん。この上あれだな、溶岩があるな。今度は後ろに向かって1、2、3、4、5、6マス開けて7マス目、7マス目にブロック。もう明らかにねこれ天井がね食い込んでるんで、ちょっと一回上を削ろう。で、絶対これ溶岩垂れてくるんで、そういう時は、はい、こちらスプラッシュ体感のポーション、これをねつけておきましょう。よいしょ、 OK。 これでね溶岩が流れてきても効きません。うわー、来た、やっぱ来たぞ。来たけど今の俺には関係ない。うら。これもう直接突っ込んじゃって、あ、上か、さらに。え、ちょ、待って、やばい、それやばい。嘘、死んでしまった。これでね溶岩が流れてきても効きません。来たけど今の俺には関係ない。うら。待て、リスポーン。待て、ちょっと待って。え、早くない？耐火のポーション何？切れた？マジで？ちょい待ち。やっちまったな。あ、エリトラやった俺。ああ。やったわ、これ。エリトラやったわ、これ。マジか。やばい。それはやばい。エリトラロストはやばすぎるでしょう。はい、ということでですね、エリトラロストしたんで、ちょっと僕はですね、めちゃめちゃショックを受けております。ちょっと待って、耐火のポーション。これ2分か。2分15秒。めちゃくちゃ短いじゃん。次回はちょっとエリトラ取りに行きましょう。とりあえずねやっていきます。後ろにね木を立てたら、そこから横さらに5マス目に原木、これもね5マス積みましょう。で、こっち側も1、2、3、4、5。はい、こんな感じですね。前の2本は4段にして、で、後ろ側にあるこの8本は5段で積むっていう、そんな感じですね。骨組みができたら、続いてこの玄武岩、これをねどんどんと置いてきます。で、置き方はね適当にブロックを置いて、このブロックに当たるように玄武岩をセットする。というのもですね、この玄武岩って向きがあって、普通に置くとこういう感じで、今みたいな感じで置くとこういう感じ、模様が違うんですよね。こっち側はなんかちょっとなだらかな感じになってて、で、上はこうなんかボコボコしてる感じになるんですよね。で、僕は、うおー、お前びっくりしたな、今ビビった。ちょっと待って、痛い。体幹のポーション、あいつなんだ、やんのか、来いよ。おら、はい、さよなら、俺の勝ち。やってくれたな、つかあいつ。
最悪なんだけど、話は戻りまして、まあ、ゲームガンねこんな感じで模様があるんで、で今回はですねこのねボコボコしてる方の面を使いたいので、まあ、ブロックを置いてそこに当たるように置くって感じですね。はい、オッケー、こんな感じですね。ゲームガンをね敷き詰めます。続いてこのねクリムゾンの木材、これをねどんどんとね置いていきましょう。まずね前の方は両サイドにこんな感じで置いて、でここがね入り口になるんで、ここね2マス開けとく感じですね。この形にしましょう。今思った、間違えました、これめっちゃ間違えてます、すみません。ちょっとねこれね僕の勘違いで、こっちの列の原木とここの列のこの原木のこの間、これね4マスで作ってるんだけど、これ2マスでした。はい、これ大きな間違いですね。はい、ちょっとなのでちょっと一回作り直します。オッケー、修正完了です。そしてねあまりにもねガッチャンがねうざすぎたんでね、クロスボウを持ってきちゃいました。ふへへへへ。そしたらクリムゾンをねどんどん置いてきましょう。でここの部分、このねさっき間違えてたこのね2マスの側面の部分ですね、ここはもう普通にこんな感じで置いちゃって、でここはこんな感じで、横の部分はこんな感じですね。で後ろはこれはもう全部ねこう閉じちゃっていいと思います。だったこんな感じですね。クリムゾンのね木材をこういう形で配置しましょう。ここまでできたらですね、もうあとはね屋根をつけるともうほんとねそれっぽく感じになります。そしたらね一番大変なその屋根の部分ねやっていきましょうか。はい、でね屋根に使うのはこのねブラックストーンの階段、これをね使ってきます。じゃあまずね、このね入り口部分の横側、ここにですねこんな感じでねブラックストーンの階段を置きましょう。そしたらそのね上の段にも同じ感じで置く。で次の段のところにまたクリムゾンのね木材を置きましょう。でここのね真ん中の2つの部分、ここはですねこのクリムゾンの階段を上付きでセットしましょう。そうするとねこういうくぼみができます。でさっき置いた階段の上にさらにブロックを置くと、でブラックストーンの階段を置きます。あ、反対側もね同じ感じでやっていきましょう。はい、今こんな感じですね。でこれだとちょっとねダサいので1マスねこっち側に階段をねさらにセットしていきます。はい、こんな感じですね。でここまでできたら今度は階段をね逆さでこんな感じでね配置します。そうするとこんな感じになって、ちょっとねそれっぽい感じに見えますでしょうか。そしたらねどんどんとねこっち側も作ってっちゃおう。こっちはですねここからこんな感じで階段をねどんどんとセットしていきます。でここ1マス出して、はい、こちら柵ですね、クリムゾンの柵を使ってこんな感じでね柵をセットしましょう。でこの柵にくっつくように階段を置く。はい、こんな感じで後ろ側はこんな感じでもうズワーって並べます。でこっちの反対も同じで OK、 こんな感じですね。今もうそれっぽくなってきたね。でここまでできたらこの柵の部分に階段をこんな感じでセットしましょう。こっちもこんな感じでね階段を置いて、でそしたらここの部分はこのねブラックストーンのハーフをこんな感じで置いてってこんな感じにしましょう。でそしたらこのね木材のクリムゾンをでこういう感じのね三角をここで作ります。ちょっとね難しいかもしれないけどね頑張りましょう。ここのね木材の置いた場所、ここに階段を置くと、でその一個前の部分、ここにも階段を置きます。で階段をさらにどんどん置いてって OK、 こんな感じ、ね、でこれをねブワーっと向こうに伸ばして、で向こう側もこっちとね全く同じなんで、向こう側もねパッと作って、でこっちとねつなげて完成した姿がこちらです。はい、オッケー、できました。こんな感じですね。いやー大変だった。はい、でね、ここまでできたらね次はね中の方やっていきましょう。このね中はまずね床は歪んだハーフブロックを使います。やっぱ暗いんでこんな感じでね松明を下に仕込みながらやりましょう。オッケー、こんな感じでね床を敷き詰めたら、続いて天井部分だね、つける際にですねこちらキノコライト、これもね新しいブロックですね。このねキノコライトをこんな感じでセットしましょう。そうすると、まあ、外から見た時に、まあ、光って見えるんでちょっとね見栄えいい感じになるんじゃないかなと思ったんで、天井はですねこちらクリムゾンのねハーフブロックを使っていきたいと思います。さっきねキノコライトを置いたところの下付きでこんな感じで置いていきましょう。
はい、オッケー、こんな感じ。よし、そしたらこのね空いてる部分、まあ、窓の部分だね。で、窓はまあ普通にねガラス使えばいいかなと思うけど、今回はねネザーアップデートで追加されたブロックしかね使っちゃいけないので、このねクリムゾンの柵、これをね置いていきましょう。こんな感じでね柵を置くことによっておしゃれな感じで窓っぽい感じになるんじゃないかなと思って。すげえ赤いな。なんかちょっとマガマガしいなこの部屋。このねキノコライト結構お気に入りなんで、ここら辺にもね埋め込んでおこうかなと思います。こんな感じで4つぐらいね埋め込んでおきましょう。あ、いいじゃん。ではね、やっぱ家なんで当然ねドアが必要なんで、ドアを作りましょう。ドアはこちら、またまたクリムゾンのドアです。よいしょ、よいしょ、はい、いいね。やっぱマッチするね。いいね、すごくいい。さあもうね仕上げです。まずこの入り口部分、ここは磨かれたブラックストーンのレンガの階段っていうのをね置きましょう。これねレンガの階段なんで、まあ、上でセットしたねブラックストーンの階段とはねちょっと違います、模様が。続いてですね、和風建築なんで、さらにね和風っぽい感じのものを置きたいと思います。適当な場所でねこんな感じで穴開けて、ここに磨かれたブラックストーンを置きます。でそこの上に磨かれたブラックストーンの壁で、キノコライトを配置して、でこの上にね磨かれたブラックストーンのレンガのハーフブロック、長いな。置きます。さらに1個置いて、こんな感じね。で四隅に、はい、こんな感じでねセットして灯籠っぽいね感じをイメージして作ってます。でさらにここにこの歪んだトラップドア、これをね置きましょう。こんな感じ、はい、いかがですかね。いい感じでしょ。こっちね家自体が赤いんで、まあ、緑の方をね使ってみました。はい、で同じやつねこっちにも作りましょう。で最後にこちら、魂の焚き火、焚き火2とやっぱりねこうね和風なイメージあるんで、まあ、これを適当なとこにねポコッと置くと、はい、どうですかね。はい、これにてネザーアップデートで追加されたブロックだけで和風建築完成。パチパチパチ、はい、どうですかね。結構いい感じにできたと思います。でやっぱねあのねネザーのアップデートで追加されたアイテムってやっぱ結構ねいい素材ばっかなんですよ。本当に。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いや見事ですね、この和風建築できてよかったですね。ただし失ったものがデカすぎる。もうマジでエリトラロストしたのはね人生初めてですね。まあでもねこのね和風建築めちゃめちゃかっこいい建築がねできたので、個人的にはいいかなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。またツイッターインスタグラムやってますのでフォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。